あ、これってチョコレートフォンデュ？でも動いてないわ。あ、いいこと思いついた。チョコを入れてみようっと。見て、動いたわ。チョコレートフォンデュチャレンジを始めよう。私から始めたいわ。スイカガール、すごい。おいしそうね。半分に切って、早速チョコレートにつけていくわよ。ねえ、ザリガニ、最悪なんだけど。本当に食べないといけないの？生きてる？怖いよ。仕方ないわね。チョコレートにつけるしかないわ。私のことを噛まないでよ。じゃあ食べてみるわよ。食べたくないよ。でもこれはチャレンジなの。見てられないわ。ティナ、助けて。嘘、ザリガニ、どっかやってよ。メーベルのせいでスイカが半分なくなっちゃったんだけど。ごめんなさい。もう忘れよう。あ、いいこと考えた。スイカジュースを作ろうっと。見てて、スイカをミキサーに入れて、スイッチオン。ちょっと待っててね。いい感じ。じゃあグラスについでいくわよ。でもまだ完成じゃないわ。チョコレートを流し込むの。こんな感じでオッケー。これでスイカとチョコレートのカクテルが完成よ。早速飲んでみようっと。あー、美味しい。全部飲んだわ。ディナ、面白いことになってるよ。本当？あ、ヒゲが生えてる。面白い。あ、チョコレートクッキーだ。最高。早速チョコレートフォンデュにつけてみようっと。なんて美味しそうなの。ダブルチョコのクッキーなんて夢みたいよ。あれ、ティナはどこ。あ、いた。うわ、ゴキブリなの。そんな怖いもの食べないといけないの。信じられないわ。嘘でしょ。かわいそうに。早くチョコフォンデュにつけな。なんだかかわいそうだわ。ごめんなさい。食べられたくないよね。でも食べないといけないの。本当にごめんね。いくわよ。あ、いいこと考えた。あ、ゴキブリが手から飛び出して逃げちゃったよ。なんか怪しい感じがするわ。そうだ、チョコの跡が残ってるわね。探偵モードに切り替えましょう。今逃げたゴキブリを見つけ出すわよ。チョコの足跡をたどって、こっちね。あと少しで見つかるわよ。一緒に行きましょう。なんでよ。ここら辺にいるはず。ここら辺にいるはずね。メーベル、もう放っておこうよ。ダメ。何が起こってるの。ゴキブリさんを見なかった。大きくて長いヒゲがあるの。見てないさ。元に戻ってきたわね。ゴキブリはどこ。やった。おかしいわね。じゃあクッキーを食べるわ。ゴキブリ、逃げるわよ。何これ、トウモロコシみたいね。あ、落ちてきた。どう、すごいわね。辛そうな唐辛子なんだけど。怖いよ。でも食べるしかないわよね。
ずはティナから食べて。わかったわ。硬いよ。そうだ、いいこと考えたわ。まずは余分な部分を取っていくの。これでよし。次はチョコレートフォンデュにつけていくわよ。おいしそう。いただきます。まあまあかな。あ、いいこと考えた。トウモロコシをドリルにつけるわよ。いい感じ。これでポップコーンを作ろうと思うんだ。こうやってバケツに集めていくよ。そしてチョコレートを流していくの。バッチリね。あとは電子レンジに入れてポップコーンを作るだけ。セット完了。最高なプランでしょ。待つだけよ。まだ？あ、できた。いい匂い。チョコレートポップコーンを食べてみようっと。最高ね。電子レンジはもういいらない。メーベルは何座ってるの？わかったわ。チョコレートにつけてみる。でも全然美味しそうに見えない。あーん、食べたわ。あー、血の中が燃えてる。大変、ネーベルを助けなきゃ。すぐに消化してあげるね。行くわよ。えい、大丈夫？えい、ありがとう。でも水が多すぎたかも。助けられてよかった。次は何が待ってるんだろう。やだ、ブロッコリーだ。ブロッコリーなんか大嫌いなのに。でも食べなきゃね。私は美味しいイチゴよ。嬉しい。チョコと一緒に食べたら最高ね。そうだ、カラフルなトッピングでイチゴを飾ろうっと。串に刺してチョコレートフォンデュにつけていくの。見て見て、トッピングも素敵でしょ。片面は赤、もう片面は緑。いい匂い。いただきます。すっごく美味しい。でも一つしかないのが残念だわ。私ブロッコリーを食べる勇気が出ないの。かわいそうに。そうだ、カラフルなトッピングを貸してあげるわ。そうしたら美味しくなるかも。ありがとう。でも美味しくなるとは思わないわ。チョコレートにつけていくわね。そして次はトッピング。見た目は悪くないわね。まあまあ。いや、やっぱりダメよ。まずい。メーベル、トッピングをもっと食べてもいい？早くこのブロッコリーの味を消さないと。チョコに舌をつけて、それからトッピング。楽しいし、美味しいわ。最高。本当？私もやってみたい。